ズ。ナウローディング。君の瞳にロックオン。はあ、胸のポーズ。うそれはどこまでも広がる暗黒空間。無数に瞬くは星の海。その中にパンデモという星がある。長い歴史と発展した科学を持つ宇宙先進星である。されどパンデモは今滅亡の危機にさらされていた。隣人拒絶社会、絆も子孫もろくに生まれず、パンデモ星は緩やかに死へと向かっていた。そんな事態を救済すべく、
パンデモから一隻の船が飛び立ったのだ。パンデモ帝国特殊部隊コマンドールズ所属のその船は、星の現状を変えるデータを得るため、とある星を目指し空をかけていく。乗員しているのは、驚くなかれ、軍学校では落ちこぼれとされていた二人の軍人だ。ウサマエル隊員、コードネームビータン。活力にあふれる一方、命令違反が多い。カメリエル隊員、コードネームカメポン。冷静だが融通が効かず、柔軟性にも欠ける。彼女たちが真に評価された理由、それは親友と呼ぶに値する殊勝な人間関係を自然と築き上げた稀有な例であったからだ。小さな体に母性を救う使命を背負ったチーム、その名もピクシーチーム。出撃ピクシーチーム。あと少しで到着するんだね、地球に。気合が入っているな、ビーター。さすがのお前もこの任務の重要性は理解しているか。もちろんだよ。だって地球の女の子めちゃくちゃ可愛いんだもん。資料を見せてもらった時から。少しでもお前に期待した私がバカだった。え、期待？カメポン、もう言ってくれればよかったのに。カメポンがしたいって言って何の話をしてるんだ。うさー、何をしているのかね、君たちは。アルマルス司令官殿、いつから回線を？あら、聞いてくださいよ司令官。カメポンがビータンに冷たい。遊んでいるようなら今からでもパンデモ星に帰るか。そのようなことは。私たちを拾ってくれたご恩には。そうそう、地球の女の子にも早く。いいわ、黙ってろ。君たちの性格も知った上であえて選抜したのは私だ。申し訳ありません。ビータンにはしっかり行く。ブーブー、ビータンだって任務は真面目にやるつもりだよ。でも地球の女の子やカメポンの身も心もダッシュす。やめろ。あいだだだだだだ。だから耳はや。まったく。確認だが、今回の任務の真意、君たちは理解しているのかな？もちろんです。我が星で悪化を続ける個々独立社会、人民の意識改善のため、地球という惑星の住人の生態を丸ごと本国にフィードバックする。ビーターも昔から思ってましたよ。みんな周りの人に、特に女の子に興味なさす。お前の場合は興味がありすぎだかな。カメポンはそんなビータンにいつも付き合ってくれ。ただの腐れ縁だ。ブーブー、いけず。その腐れ縁こそが君たちが軍学校で落ちこぼれと言われた理由であり、同時に今回の任務抜擢の理由。拒絶社会が続く現代、未だに全てを一人でなそうとする者が称賛され、君だが私は他人を必要としなくなることが必ずしも独立する君たちの、それを意識するまでもなく理解しているだろう。は、実に良い返事だ。さて次は女の子であります。良い返事だが、よっ、いや興奮しますね。ビータンたちの潜入先にも可愛い。仮にいたとしてもお前にはどうにもならないだろう。なんせ地球人は我々パンデモ星人とは。ということはいつまでもくだらないことばかり。あそこに見えてきた。あれこそが地球。開始だピクシーチーム。潜入先の国内では独り立ち政策なるものが行われていて、国
中で親元を離れた寮生活が推進、赤の他人が一つ屋根の下に集まって共同生活をしている、そういうことだ。潜入先はそんな寮の中の一つ。まずはリリーパッドに潜入し滞在基地を構築せよ。ラジャン、姉貴じゃないんだから一日中お腹は空かせてませんよ。また私のパソコンの電源コード、乱暴にコンセントから引く、おかげでパソコンが強制電源オフ。昨日テストしてたピンクゲーの進行データが、あのエチーゲームのことか。でもミサ、パソコンつけっぱで爆睡してたじゃん。あれっち、パソコンとかよくわかんないし。そしたらもうコンセント抜く、おバカのテンプレみたいなセリフを。姉貴も現代人なんだ。俺には節約の方が大事なんです。まあまあ、なんか食べよう。お腹いっぱいになった。食べ物で機嫌が治るのは姉貴くらいです。あらあら、二人とも。どっ、あまね、姉さん聞いてください。姉貴が私のゲ、パソコンつけっぱなしのミサも悪いだろう。これは姉妹喧嘩ってやつだね。よーし、お姉ちゃんに任せなさい。はい。任せろって何するの？ミサちゃんのゲームが消えちゃったんだよね。だったら私がミサちゃんが進めたところまでやってあげる。そしたら二人とも喧嘩しなくて済むよね。それは、アマネにはミサのゲームはハードル高いんじゃないかな。大丈夫だよ、これでもゲームは得意なんだから。いや、絶対やったことない類のゲームですから。それに他にも理由が。大丈夫、任せて。私が寮で一番お姉ちゃんが。それじゃあ早速始めよう。ミサちゃん、お部屋にお邪魔するね。ま、待ってください。お、なに。そうだ、じ、嘘、嘘。今の話こそ嘘っぽくない？いやいやいや、姉貴がパソコンを大事にするようにと。ちょっと、だから姉さんの手を借りる必要はないんです。何せデータ消えてませんから。あらあら、そうだったの。ミサ、本当はデータ。そうですけど、ここはこういうしか。姉さんにあれを遊ばせるわけだね。ピンクすぎるからな、あれは。
こんなことになっちゃうなら私もパソコンずっとつけっぱなしにしないよう気をつけまん？うわあ、あまねえか。もしかして今の話聞こえてました？うん、でも二人とも内緒話なんかして仲直りしてよかった。やっぱり家族は仲そうだね。ありがとう。なんだか気恥ずかしいです。ミサちゃんどこ行くの？ゲームのお供にお菓子買ってきます。二人は何か？私は、こらこら、アマネーはダイエット中だから。もうそんじゃ俺っちは部屋に戻るね。私は買い物行ってきます。あ、ん？行ってらっしゃい。それじゃあ私は、どうやら争いは収まったようだな。ふっふっふ。 B、 ふわふわ系お姉さん佐藤あまよ、ちょいおバカボーイッシュ鳥キラ、よりどりみどりですな。バカなこと言ってないで早く場所を決めるぞ。あ、そうだった。 B さんとカメポンの愛の巣を作っ、さて一人で滞在基地を作るか。あ、冗談だよ。 B さんもできたと言っても宇宙船を偽装したくらいだがな。冷蔵庫の真上、場所は悪いがここで十分住めるもんね。ビータンたちの愛の巣としては。ちょ、まだ言ってるのか。どうやら無事に基地を構築できたようだな。あ、司令官。はい、潜入構築共に問題ありません。結構だ。それでは早速君たちに演習任務を。演習ですか？ああ、資料でデータは頭に入っているとはいえ実体験がない。特に君たちに支給されたハッピー弾、実際に使ってみなければ理解が難しいものだ。ハッピー弾、地球人に幸せを与える弾だと伺っていますか？幸せを与えるってなんか曖昧な表現。それを知るための演習だ。君たちがいるのは、ええ、キッチンにおります。それではピクシーチーム、演習任務として寮生にハッピー弾を当てるのだ。ラジャ、女の子の部屋に潜入してやりたい方。言わずとも分かっていると思うが、超壁に耳あり障子に目ありし、私はアルマルスだ。現地のことわざか、雑学は結構だ。は、宇宙平和法の存在ですね。技術が一定レベルにまで達していない星の住民には、私たちが見つかって大事になれば銀河デカが動き出すかもしれない。任せて、見つかっちゃダメって緊張感があった方が。カメポン、はっ、お任せください。よし、やっちゃうぞ。ロード中だ。よし、ちょっと待って。
何か聞こえた？結果はダメだよね。くれぐれも頼むぞ、カプソーダ。今お出かけのお
シャレな姿と言っていたが、君たちには寮の外に消して。なんでですか？司令官、ビーターの言うことも一理あります。より詳しい生態データ、寮の外でアマヤ殿が何しているか見たいじゃないですか。調査じゃなくて、単なるお前の願望か。その寮の中では君たちの宇宙船から発せられる生命適応装置が働いているから平気だが、本来外に出続ければ数分後には絶命するだろう。ビータン、ずっと寮でお留守番しています。聞き分けが良くて助かる。命あってのガールズウォッチングなので。寮のみんなが出かけた時は。そうだな。え、カメポン、まさか。ああ、たっぷりイチャイチャしよう。任務に関係ない無駄口を叩いたらどうなるか。お前のか、あ、そういうのはいらないです。遠慮するな。さ、そうと決まれば滞在基地に戻るとするか。うちゃー、勘弁して。まあ、仲が良いのはいいことだ。これから半年の間、毎日生態調査のレポートを提出するという課題をこなしても、他に私から任務を言い渡すこともあろうが、それ以外は好きにするといい。はい、ビータンの人格矯正も含めしっかりこなさせ、ビータンのハッピー地球ライフ期待しているぞ、二人とも。それ、さて、早速だがビータン、地球の文化について。まだアマヨ殿の下着も漁ってないのに。するぞ。はい、頑張ります。ロードしてるよ。寮内異臭騒動、原因を大捜査。うっ、気持ち悪い。おや、満腹な感じ。いや、違って。拾い食いでもしたんですか？もう、キラちゃん、お腹壊すからダメ。いくら俺っちでも道に落ちてるものは食べないよ。そうじゃなくて、匂い。ああ、匂い？この甘ったるい匂いですか？ここ数日、寮の至るところで匂ってます。なんで平気なのさ。昼作ったこのカレーの匂いと混ざり合って。私は姉貴ほど匂いや味に敏感じゃないので。くぬ、ずるいぞミサ。原因は何なんでしょうね。匂い、わかんない。料理の匂いって感じはしないんだけど。キラちゃん、大丈夫？ああ、心配しないで、アマネ。てか、俺っち部屋に戻るよ。ちょっと休めばマシになると思うから。行っちゃった。まあ本人もああ言ってますし、姉さんがそんなに心配、うん、だといい。謎の異臭騒ぎか。 B はどう思う？一生懸命嗅いだらカメポンの匂いがわかるかなと思って。当たり前だ。私たちパンデモ星人に嗅覚はない。他の宇宙人は地球人。ずるい。嗅覚って空気中に漂う成分の味を感じるようなもん。ピーターもカメポンから漂う成分を味わってみたいな。かぐな、気持ち悪い。しかし嗅覚があれば、寮の中にどんな異臭が漂ってるか簡単に。司令官、お疲れ様です。最近よく通信飛ばしてきますね。暇っていい。司令官に対して失礼。気にしなくていい。それよりカメポ、異臭について報告を頼む。はい。先ほど場所はロビー、あ、いえ、正確にはダイニング。なるほど、状況は理解。体調不良を起こしているのはトリーキラーだけですし、それほど深刻な異臭ではないと思う。いや、
万が一住民の生命を脅かすものだった場合、今後の生態地任務だ。ピクシーチーム、異臭の原因を探り、それが危険である場合は。ラジャ、でもめちゃくちゃ残念なことにピータンたちには嗅覚がありませんよ。宇宙船に匂いの成分を分析する機材があるはずだ。それを使うといい。機材頼りですか。それじゃあカメポンの匂いは味わえませんよね。何の話だ。いつもの盲言です。行くぞ。了解。気持ちを切り替えて女子ゲアあたりに集中しよう。任務だバカ。ミサ殿は寮の至る所で匂いがするって言ってたよね。ああ、とはいえ匂いの強い場所、弱い場所くらいはあるだろう。発生源さえ分かれば私たちでもどうにかできると思う。お、匂いの強さなら機材で分析でき、それがこの機材、匂いの成分を分析することしかできないんだ。空気中、じゃあ結局ピーターたちが発生源を見つけなきゃいけないの？まったく。お前それ絶対に司令官の前で言うなよ。まあとにかくキラ殿がいるかミサ殿がいるか分かんないけど、ハッピー弾当てて情報収集すればいいんだよね。楽しみですな。公私混同もほどほどにしろ。それとも口で言うよりか、体に、それってどんな気持ちいい方法で。腕が曲がっちゃいけない方向に曲がっ、分かってくれたかいビータン。イエッシャーイエッシャー、ギブアップです。ちゃんと任務に集中しますから。ちょっと待って。
ちゃ。
え。何？うんせ、うんせ、うんせ、うんせ。だっ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 。やっ。だっ。やっ。お母さん、うんせ、会いたいな。うんせ、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 うんせ。何か気配がする。実は私って天才かも。うさ。ったく。
やるか。セーチ。このままなら。だっ、だっ、だっ。やっ、だっ。チャージアップ。次は待機中。ロードしてるよ。よし。おいおい、やれやれ。私疲れてるのかな。またあいつからか。うんせ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 。なんや。Search.マジで？母さん、高い増やして。やるか。Search.Yeah.
reload. よく聞け。うざーん。Now loading。Be quiet。次は？ロードしてるよ。さて、これまでに得た情報を整理するぞ。キラ殿たちの部屋は匂いが薄い。アマヨ殿の部屋の匂いが濃い。発生源は佐藤アマヨの部屋で、まず間違いないな。どんな菓子ならここまで匂うのか、それは調べてみな。でもダイエットはうまくいってるって言ってたよ。ハッピー団でそんな独り言つぶやく人が、もしそんなに食べているとしたら、お菓子の味だとかそちらの感想の方が引き出されそうな気が。言うじゃないか、 B。 まだ調査の必要があり。うっさっさ。それじゃあまた甘える殿の。ああ、今度は匂いを発している原因を探そう。ロード中だ。どうしますか？乱射性。
ちょっと待って。確かに何かが、お？なんで？Charge up.
Hide. まさかなの？よかった。今の、な、何？はあ、よかった。気のせいか。きっと、なんとかなる。電話しようかな。Hide.Search.
Be quiet. ポルター
Start up. 早く良くなって。あっ、ここがおかしいのかな。Hide. まさかなの。よかった、気のせいか。Start up.Reload. Reload.